旧松本家住宅、旧松本邸は、福岡県北九州市戸畑区にある歴史的建造物。日本の実業家で、明治専門学校の創設者の一人、松本健次郎がかつて暮らしていた住宅であり、洋館、日本館、各一棟及びクラフタ棟からなる。洋館と日本館は1972年、クラフタ棟は1982年に、 それぞれ国の重要文化財に指定された。洋館、日本館ともに木造の2階建てで、廊下でつながっている。洋館の設計は明治の建築家、辰野金吾の事務所によるもので、アールヌーボー様式のデザインで、美しい曲線が目立つ。一方、日本館は洋館の建築監督であった久保田小三郎が設計しており、洋館とは、 対照的に純和風な雰囲気をた,たえたスキヤ作りの建築となっている。西日本工業クラブのクラブ館として使用されている。またパーティーや結婚披露宴の会場としての利用が可能である。映画、テレビの撮影場所としても利用されている。敷地内への入場。施設の撮影はできないが、毎年2回、春と秋に一般公開に際して入場が可能となっている。 門の敷地外から目視による見学は自由であるが、建物全体は樹木によりほとんど見ることはできない。ありがとうございます。